はい、どうも桑でございます。私はですね、今成田空港の第3ターミナルに向かっております。今回の旅はですね、乃木坂46の台湾公演を見に行く旅になります。ただ本当にそれだけです。でちょっとね、企画も考えているのでやっていければと思います。では早速チェックインから始めてみましょう。というわけでチェックインを済ませてきました。また一番前の席になるみたいです。もうね、中でご飯を食べちゃいます。で、出発前の夜ご飯は長崎皿うどんです。長崎皿うどんにはソースをかける派です。はい、この3つ4つしかありませんが、一番最後の23時のジェットスタージャパン台北行きですね。151番ゲートです。登場です。めちゃくちゃ寒いですね。ということで、台湾の桃園国際空港に着陸しました。台湾の匂いがします。あんまり大きくはなさそうです。はい、というわけでですね、とりあえず台湾の桃園国際空港の到着ロビーに着きました。ここから正直どうやって行くのかわからないんですが、多分 Uber で行くのかな。メトロのカードを買おうと思ったんですけど、開いてないですね。寒い。とりあえず Uber を見つけたいと思います。わかんないけど、あら、つらい。はい、じゃあ次にね。というわけで時刻は2時33分ですね。Uber出て新宅に着いてホテルに向かってます。宣言だったんで Uber とは大丈夫かなと思います。はい、というわけでですね、空港から約40分ぐらいですね、メドウホテルにやってきました。空港から約40分ぐらい、そんなかかってないから、多分夜だったんで30分ぐらいですかね。メドウホテルっていうところにチェックインしました。おお、なかなか豪華なんじゃないでしょうか。で、お風呂もまあ綺麗でしょう。まあセーフでしょう。まあ綺麗でしょう。それだ、時�刻が3時6分。もう今日は一旦寝て起きてね、小籠包を食べに行きたいと思います。というわけで、本日とりあえず一旦以上です。では2日目はね、ちょっといろいろ、せっかく乃木坂のね、台湾公演に来てるんで、乃木坂に絡めた企画もやっていきたいなと思うので、なんとかやっていけたらいいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。